僕のヒーローアカデミアザ・ムービーワールドヒーローズミッション、皆さん見に行かれたでしょうか？まだ見に行かれていない方もいるかもしれませんが、中にはもう4回5回行ったぜという猛者もいるかもしれません。今回は皆さんと一緒にヒロアカ映画第3弾のここが面白かった、見てほしいという話を全部で計10点共有していきます。プレスルトラドモサンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は映画第3弾の動画となります。ぜひコメント欄で映画の感想や皆さんの注目ポイントを教えてください。では早速行きましょう。一つ目は天井画。いきなり難しい話になりますが、劇中の冒頭、人類救済おじさんが登場するシーンでヒューマライズのアジトがあり、その天井画がありました。この天井画はノベライズ版で様々な生物が混じり合った怪物キメラのような壁画だとされ、パンフレットには個性の進化の行く末を暗示した奇怪な怪物がモチーフになっているとありました。この天井画はなぜかネット上でも全く話題に上がらず、当然考察もされていないわけですが、皆さんはどのように感じたんでしょうか？映画のパンフレットを見ると、このデザインは相当2つの頭を持つかっこいいドラゴンという印象を受けますが、よくよく見ると胸の部分に何か別の頭がついていますし、肩にも動物の頭がついています。はい、結構気持ち悪い。映画を見ている分にはかっけえ厳かな空間だと思いますが、この壁画はノベライズ版で記された通りキメラのような存在です。また繰り返しになりますが、パンフレットには個性の進化の行く末を暗示した奇怪な怪物がモチーフになっているとあり、ヒロアカの世界の何かにインスピレーションを得てこのキメラの壁画になったと考えられます。それは当然ヒューマライズの個性終末論の経典、これに登場するんでしょう。仮にこれがオカルトだとしても、火のないところには煙は立たないため、ヒロアカの歴史に似たような怪物が登場した可能性は大いにあり得ます。それはギガントマキアなのか、確かにありえますが、僕コサンジはギガントマキアが普通の人間で、梅干しがマキアさんを見つけたのは直近10年だと考えているため、カルト化するには時間が少し短すぎます。さあ、あの壁画は何なのか。僕コサンジは皆さんが一度は見たことがある人がいるかもしれないやつだと考えています。それはこいつ、梅干しの個性だと思われる気持ち悪いやつ。僕的にはようやく情報来たなという感じで、この壁画を見る限りドラゴンと連想されているため、この人間のような塊のような怪物は空も飛べるんでしょうし、火も吹けるのかもしれません。そうなってくると、ちょっとデクのパパにもつながってきそうで、かなり面白い壁画かなと僕は思いました。2つ目の注目ポイントは刹那のシンコス事件。これはもうネタで消化するしかない事案。一瞬で終わってしまうシンコス、おそらくこのシンコスを使いたいと考え堀越先生にお願いしたものの、物語の構成を詰めていくとシンコスの出番が少なくなってしまったけど使わなければいけない。さらにロディの存在よりもオリジン組を前面に押し出した方が宣伝しやすいという大人の事情からの刹那のシンコス。さらにファンはオリジン組が従来の劇場版のように協力して物語を解決する映画という固定観念で、さらにシンコス大活躍だと勘違いしてしまったというところでしょうか。しかし映画はおそらく多くの期待とは別のベクトルでかなり面白く、これが分かんなくともユナイテッドステイツオブワールドスマッシュが全部吹っ飛ばしてくれたんで満足なんじゃないでしょうか。はい、刹那のシンコス事件が2つ目の注目ポイントでした。3つ目の注目ポイントはオープニング。映画の冒頭に挿入された超かっこいい演出、アメコミの映画のオマージュで多くの方からも反響があったんじゃないでしょうか。僕コサンジも終盤に引きを取らないレベルで感動したのは内緒です。しかし個人的にマジェスティックがいなかったのがショックでしたが、しょうがないところ、でもセリフもあったのでかなり嬉しかった。4つ目の注目ポイントは黒ムチ最高すぎる件です。スパイダーマンを彷彿させるカメラワーク、グワングワン来る感じがたまりませんでした。これからも黒ムチには非常に期待です。ありがとう大五郎。5つ目の注目ポイントはサントラのおすすめ。先ほどのオープニングにつながりますが、林由紀さんの劇場版オリジナルサウンドトラック、こちらは Spotify や YouTube でも公開されているため、多くの方が早速リピートされているんじゃないでしょうか。個人的に好きな曲を5つご紹介させていただくので、まだ聞いていないよという方はぜひ参考にしてみてください。まずオープニング、これは先ほどお話ししたオープニングで感動した要因の一つです。ぜひリピートしてほしい。二つ目はロディーズハート。これはおそらくどっかの公式番組で紹介された曲で、その名の通りロディの BGM ですが、これよくよく聞くと元々のヒロカの BGM、 ほっこりするシーンで使われている BGM のオマージュだと思うので、改めて聞いてみると新しい発見があるかもしれません。そして三つ目はトドロキズカウンターアタック。間違っていたら非常に申し訳ありませんが、この曲はマイヒーローアカデミアのオマージュだと思いますが、イントロがかなりかっこよくて神なのでよく聞いています。4つ目はゴーストレイト、流星ランですね。はい、おとなしく聞きましょう。最後の5つ目はサクリファイス&ピースフレンドシップ。
ップ、サントラのラスト、ヒロアカの映画のラストといえばみたいなところがあります。本編ではデクがひらめいた時やデクが覚醒してハッピーエンドの時にこれが使われている印象です。6つ目の注目ポイントはロディの個性。これは多くの方が注目しているであろうポイントで、個性、ソウル、ピノはロディの心とリンクしており、本心が出てしまう常時発動型の個性、つまりロディの行動とピノのリアクション、ロディの本心を確認しないと本当の意味で作品を理解できたと言えないことになってしまいます。ぜひ劇場版でチェックし直しましょう。7つ目の注目ポイントは爆豪カツキライジング。多くの方は爆豪がサーフェンターズに刺された瞬間、あっこれ知ってるぞってなったんじゃないでしょうか。ナンバー285、爆豪カツキライジング。爆豪はキャラの構成上ヴィランとの戦闘がかなり少ないキャラなので、貴重な戦闘シーン、ようやく爆豪の限界が見えましたが、現在彼は個性が覚醒しているため、これがどこまでテクやトドロキ君に追いつけるのか、今回の映画のように頭も含めてどこまで追いつけるのか、追い越せるのか楽しみですね。また勝利のスタンディングも本誌でいつ見れるのか、あのかっこよさのスタンディングはラスボスクラスの戦闘にならんと来ないでしょうし、爆音に関してはかなり楽しみが増えました。8つ目の注目ポイントは個性、終末論。もしかしたら一部のヒロアカガチ勢の方はデクのセリフに疑問を抱いた方がいるんじゃないでしょうか。何が人類の救済だ、個性終末論は科学的に証明されていない、ただの俗説じゃないか。あれ、科学的に証明されたのでは。ドクターガラキュア学説を出して、異能解放軍も人類のために、あれデクどうしたとなるかもしれません。僕もなりました。この映画で初めて気がつきましたが、個性得意点、個性終末論はカルト化したもので、科学的な根拠はないもの。そしてドクターが70年前に出した超常得意点が科学的根拠のある学説という違いがあるそうです。このあたりの詳細は最終章、もしくは最終章手前にならないとわからないと思うので、気長に待ちましょう。9つ目の注目ポイントはトドロキ君の個性がかなり強かったところ。一部の方からはトドロキ君の髪をかき上げて炎の残りを払うのがやばかったといただきましたし、氷の粒手をはじめ氷の個性の使い方、さらに全面戦争で見せた雲流支援、超かっこよかった。さらに極めつけは、あいつ俺たちにイチゴをできから暗号が来た瞬間のトドロキ君への期待通りの展開、最高でした。最後の10個目はオラオラデク。漫画の最強のご両親といえばジョジョのオラオラパンチ、人によっては釘パンチやサイヤ人、北斗百裂拳などの馴染みの表現があるかと思いますが、王道中の王道、みんな大好きオラオラデク、ついにデクもこの段階まで来てしまったのかと思うと悲しく思うところもありますが、行けるところまで行ってほしいなという思いが個人的には強かったりします。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメント、皆さんの注目ポイントや映画の感想、映画何回行ったよとか、映画でこういうもの買いましたなど教えてください。ちなみに僕小三治は映画限定版のノートと限定版のパンフレット、あとクリアファイルを購入させていただきました。ノートは実際に職場で使ってアピールしております。あと映画限定キャラレビアタンやクレアボヤンス、ベロスが好きなどね、あとバーニンの私服とか、いろいろ皆さんの好みがあると思うので、ぜひね、映画で好きなところなどありましたらコメント欄で教えてください。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。戦争がバイバイ。